カルロス・ベラこと、カルロス・アルベルト・ベラガリードは、メキシコ関空出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカー、ロサンゼルス FC 所属、ポジションはフォワード。兄のアレハンドロもサッカー選手である。メキシカンサッカーリーグ一部の C d ーグはダラハラで、キャリアをスタート。トップチームでの出場を果たす前に、メキシコ代表として出場した2005年の U-17W 杯が、 大きな転機となった。決勝でブラジル代表を3-0と破ったメキシコは優勝。個人でも5得点を記録、大会得点王に輝いた。この活躍によって複数の欧州クラブの興味を引きつけ、2005年11月にアーセナル FC と5年契約を結んだ。EU パスポートを取得できなかったことにより2007年までプレミアリーグより、 就労許可が下りず、2006年2月にセルタで b 後にレンタルされた。同年夏にセルタが EU 外選手と制限より多く契約していたことが判明し、ドサラマンカにレンタル移籍した。2006から07シーズンは最初の10試合で6得点を記録。2007から2008シーズンは CA を指すなにレンタル移籍している。 2008から2009シーズンからアーセナルに復帰した。2010から11シーズン前半戦は、リーグ戦4試合しか出場できなかったため、2010から11シーズン後半戦は、ウエストブロムビッチアルビオン FC にレンタル移籍し、8試合に出場して2得点した。2011年8月、レアルソシエダにレンタル移籍した。2012年7月、 レアルソシエダへの完全遺跡が発表された。それを機に、ミケル・アランブルの後を継ぎ背番号は11となった。クラブでの活躍とは、対照的に代表ではなぜか輝けず、2010 FIFA、ワールドカップに出場するメンバー23人に選ばれたものの、チームが許可していないパーティーを開いたことで、規律違反により、メキシコサッカー連盟から6ヶ月の出場停止処分を科された。 その後2011年3月の親善試合2試合に出場したもののロンドンオリンピックの出場は辞退している2014年2月4日正式に 2014FIFA フフワールドカップ出場辞退を表明した2014年11月3年半ぶりにメキシコ代表に復帰復帰戦となったオランダ代表との親善試合では2得点を挙げた2017年8月10日 MLS のロサンゼルス FC に移籍することが発表され、2018年1月1日に正式にロサンゼルス FC へ移籍した。2019シーズンはリーグ戦で34ゴールを挙げて得点王となり MVP にも選出された。クラブロサンゼルス FC 代表個人、ありがとうございます。